B&B の藤原と申します。皆さんこんにちは。今日はマタニティピラティスということで、このリフォーマーを使ってエクササイズをしていきます。実際の妊婦さんにインタビューをしながらエクササイズも行っていきます。ではどうぞ。今日実際に妊婦さんに来ていただいてます。スタジオ B&B のスタッフでもあるゆうこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今実際に妊娠中ということですけれども、妊娠何ヶ月ですか？今ちょうど8ヶ月です、うん、だいぶ大きくなってきてますよね。そうですね、うん、普段どうですか、妊娠前と比べて、うん、体調の変化というか、うん、体のお困りごと、うん、なんかありますか？今ちょうど後期って言われる時期なんですけど、うん、もうここ2週間ぐらいで体がものすごく重くなってきまして、ここ2週間そうですね、一気に一気にね、はい、でとにかくこう辛いのが足の付け根なんですね、うん、なんでもうちょっと立ってるだけでもう足がパンパンにここら辺とかむくんできて、毎回その妊婦検診でこうむくみチェックがあるんですけど、あ、されますよね、はい、うん、でね、戻らないんですよ、だから自分のそう、それで毎回むくみのチェック欄にチェックを入れられて、むくみありそうみたいな、ありそう、あ、気をつけましょうみたいな。あ、ここですかね、やっぱ圧迫されるから。そうですね、なんかお腹が急激に大きくなってきたので、その圧迫でなんかここがすごい詰まりやすかったりとかして、うん、まあその結果的になんかむくむのかなみたいな。あ、じゃあむくみも結構どんどんきつくなっていく感じ？そうですね、うん、あとなんか背中が結構張りやすかったり、腰が反ってきて寝るのが辛かったりとか、まあ、仰向けが辛かったり、うん、疲れやすかったり、うん、あとこう胸のこの背中のこのちょうど、うんうん、肩甲骨の肩甲骨あたりが、うん、もうすごいこうバキバキみたいな。私も実は2年前に出産してまして、この妊娠中のトラブルっていうのを一通り全部体験してるんですね。でも2年前なんでほとんど忘れちゃってるんですけど、確かに重たくなってどうしてもつま先の方に重心いっちゃって腰反るし、でもバランス取ろうとしてこう背中丸まったりとか、あとは胸も大きくなってきたりして、どんどん肩も前に出てね、来ちゃったりとかっていう、そんな感じですかね。まさにまさにあとここ伸ばしたいですよね。そうですね、ここ伸ばしたいし、ね、詰まり具合がね、詰まってます。あと、うん、お尻がね、すごい硬くなったなっていうのはありますね。そっか、前重心になって、そうですね、お尻がともも裏とかがジュッキュッて、いつも体重を支えてるじゃないけど、そうですね、うん、なるほどね。では今日はその辺をですね、ピラティスのエクササイズでストレッチしたりしていきます。まあ具体的にはそのふくらはぎですね。私ももう明け方に毎日つって起きるぐらいふくらはぎトラブル痛いっつって正主人にいつもなんか明け方ストレッチしてたよねって言われるぐらい毎朝の行事になっちゃってて、それぐらいふくらはぎ結構きつい、肩きついですよね。なので今日はそのふくらはぎをストレッチし、まあ、動かしていく、足首を動かしていくっていうのと、あとやっぱ扁平足にね、どんどんなっていきやすいっていうトラブルも合わせてあるので、ちょっと土踏まずをこう作るようなエクササイズと、まあね、これですね、もも前と付け根をしっかりストレッチした上でお尻をこう使っていったりですね、あとお尻もねストレッチしたりで、付け根はね、ストレッチもそう入れるんですけど、しっかりとこう動かしていくっていうのが大事なので、動かすことでそのむくみに対してアプローチしていきたいなと思います。あと猫背かな、うん、どうしてもねなってくるので、胸をこう開いて、で腰は反りやすいので、逆に腰はちょっと丸めるような動きをエクササイズで行っていきたいと思います。体調大丈夫ですか？大丈夫です。よし、じゃあ動いていきましょう。どうぞ。
では呼吸から行っていきます。でピラティスの呼吸は鼻から吸って口から吐く呼吸なんですけど、吸う時にこの肋骨の下の方が横にこう開きます。で吐く時に戻って吸って開いて吐いて戻る。でこの胸元、この辺も肋骨なんですけど、吸う時にこっちに膨らみます。吐いて元の位置。で肋骨の上と下で動きが違うのを手どこに当ててもいいのでちょっと感じてみてください。あとね、肋骨とあと横隔膜、横隔膜がこんな風にドーム状についてるんですね。でこれが緩んだ状態で吸う時に横隔膜がギューッと働いて下に下がるんです。そうすると肺が膨らんで空気を取り込める。で横隔膜が緩んで上にふーっと上がっていくときに肺が押し上げられて今度は空気が出ていくっていう風な仕組みになってます。なのでこの横隔膜の動きと肋骨の動き、この両方を感じながら呼吸を行っていきます。ではお尻で踏んでつむじ高くして、では鼻から大きく吸って口から吐いて、この時も背骨高いままです、鼻から大きく吸ってで胸が上に膨らんで、吐く息で安心のため息つく時みたいに胸をなで下ろして吐き切ることで肋骨が元のサイズに戻っていきます、はい、吸って口から吐いて横隔膜が吸うときにぐっと下がって肺が膨らんで、吐いて横隔膜が肺を押し上げて空気が口から出ていきます。吸って吐いて、特に吐き切るということに意識を向けていきましょう。吐き切れば勝手に吸うっていうことができますので、肺が空っぽになるまで吐き切っていく。そうすると腹筋使おうって思わなくても勝手に腹筋が入ってきます。ラスト吸って吐いて OK です。次は骨盤底筋群を感じるエクササイズをしていきます。骨盤底筋群っていうのは骨盤の一番下、そこですね。で内臓をこう支えてたりとかそういう役目があります。やっぱ妊娠中に尿漏れとかね、ちょっとくしゃみ咳しただけで漏れちゃうとかそういったこともあるので、そこを骨盤底筋群を鍛えるというか使えるようになることでそういうトラブルも回避できますの でちょっとね意識が難しいかもしれないですけど、イメージをねしっかり持ってやっていきましょう。では骨盤底筋群ね3箇所ありますね。前の方尿道で、真ん中膣で、後ろは肛門。この3箇所をですねそれぞれ感じられるようにやっていきますね。まずは背骨垂直に座ります。座骨、お尻の骨の上に背骨を立ち上げるような感覚で、ここでさっきの呼吸をしながら吐くときに少しストローでこうタピオカを吸う感じですね。っていう感覚を膣でやるっていう感じ。吸って吐いて、で最初は分かりにくかったりすると思うので全力でやってもいいです。そのうち少しの力加減で動かせるようになってきます。さっきの吐き切る呼吸をすることでその感覚はより鮮明になってきます。あと1回は前の方、尿道の方を感じたいので体を少し前に傾けます。で背中が丸くならないようにリクライニングシートを少し前に倒した状態、ここで前の方にちょっと当たりを感じますよね。で前の意識を持ちながら今と同じ呼吸です。鼻から吸って吐く息で横隔膜がこう上がっていきますよね。その時に一緒に骨盤底筋群も連れられてちょっと上に上がっていくんです。その時に前の方が感じが出ます。吐き切っていくときにちょっとタピオカを吸う感じです。でゆこさんはそう吐くときにちょっとお腹の赤ちゃんごと背中の方にこう持
ち上げるような、ね、感覚を作っていただくとより腰の負担が減らせますね。吐く。では背骨を垂直に戻していただいて、次は骨盤を後ろに寝かせます。おソファに座った時みたいな姿勢ですよね。そうすると今度肛門の方に体重が乗るので後ろが感じられます。同じ呼吸ですね。鼻から吸って、吐く息で、はーで吐いていく吐いていく。そうすると肛門の方がキュッと引き上がるっていうか持ち上がる感覚がすると思います。はい、吸って、吐いて、で骨盤も今後ろにこう倒れているので若干下腹部も感じます。ラスト、はー、 OK。 では元の位置に戻ります。これはですね、今吐く息でちょっと横隔膜の動きと骨盤底筋群のこの引き上げというかこの動きを連動させてやりましたけど、吸う時でも今と同じ骨盤底筋群の使い方ができるように呼吸を逆にして練習もしてみてください。ではリフォーマーのエクササイズに入っていきます。ではさっき詰まり感を感じるって言ってた付け根、それからももの前をストレッチしていきます。では右足を乗せてください。で左の内くるぶしがこの付け根の横にくるようにして、つま先が正面向くようにします。若干左重心ですね。さあ、でこの状態でもう腰が反りたくなるんですけど、少し骨盤を後ろにちょっとだけね倒しておきます。さあ、ここからですね、右の足で後ろに蹴っていきます。さあ、でもも前のストレッチ、それぐらいでいいです。はい、吸って戻して、で腰が反らないように少し腹筋を使いながら、さあ、吸って戻して、吐いて、伸びますか？伸びます伸びますすごい伸びますまあ、ね、なんか痒いところに手が届くみたいな ね、 そうですね。ここだよ、伸ばしたいのみたいなね、いいですね。少しね、もう落ちたいですね。でも上半身はピッ次はお尻をストレッチしていきます。どうぞ。向きを変えて鏡の方に向きます。で左のつま先正面向いていただいて、そしたら少しベッドを右側に移動して、ここからスタートしますので、ね、右の腰をもう一個後ろに引いて、あ、そうそうそう、で左足で外に蹴ることでベッドを右側に移動させて右のお尻のストレッチになります。吸って戻して、で慣れてきたら徐々にね可動域を広げていきましょう。伸びますか？伸びますねお尻とももと伸びますか？はい、とても気持ちいいですねではもうちょい前にしてますか？はい、ラスト、 OK。 最後までペット戻していただいてから気をつけております。回り込んでいただいて反対です。こうやって見ると本当にお腹が存在感がねすごいですよね。すごいですね。これで8でしょ。はい、臨月だったらやばいですドーンってねなっちゃいますね。皮が心配です。あ、お腹の、いや本当に、でもちぎれないですからね。ちぎれそうでちぎれないっていうね、で少しキャリッジを開いた状態で、 そこから今度右足を外に蹴りながら左に動いていきます。めちゃくちゃ硬いです左が、はい、左がやっぱ左右差がね、ありますよね。ね、こっちね、こう、そう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 、ちょっとね、一瞬左に行きたくなっちゃうの。そうです、次はもも裏のストレッチと、あとこの辺ですね、万歳してストレッチをしていきます。では、拳一つ分つま先平行で立っていただいて、さあ、股関節からお辞儀するようにこのヘリにですね手をつきながらぐーっとお尻を後ろに突き出して、
お尻の穴からつむじが一直線ですね。でこの時腰が反りすぎないように少し赤ちゃんごと背中の方に持ち上げとくような意識、広い肩、そうです。でお尻の穴を下に向けることで腰のあたりだけ丸くします。そうそう、そこまでかな。吸いながら座骨を天井に押し上げながら、そう、元の位置、吐きながら、はーで骨盤を下に向けた分、このベッドがですね、手前に戻ってきます。さあ、この時に仙骨から鎖骨を前に送り出すような感覚も入れてみましょう。で、この辺はあまり丸くなりたくない。こっちだけで、あと行っていきます。地味にももがきついですね。では右手横に開きましょうか。そう、斜め下の方に少し手を下ろしていただいて、ここから吸って順に吐きながら左手でボックスを遠くに送りながら、さあ両方の胸を右にひねっていくんですけど、背骨をちょっと右に寄せたい。そっち、そうです、うまい。戻してきて吸います。あと3回、吐きながら背骨を長くして、腰が反りすぎないようなお腹のコントロール、後ろの方に、そこで背骨ちょい右、あ、こういうことです。そう、ラスト吐きながらどうぞ。左の座骨少し後ろに突き出して、うまい、それだ、うん、はい、戻って右手を置きます。次はふくらはぎを動かす、足首を動かすことでふくらはぎをストレッチしていきます。で足をフットバーに平行に、つま先平行で、お尻、親指の付け根と小指の付け根が当たるように乗せます。そしたら今ここに隙間ができているのを埋めるように、骨盤を自分の方に、そう、傾けて、さらに少しこの溝落ちをですね、少しこうしまうような感覚で、あまり寄っかかりすぎない、はい、スポンジケーキでできてますから壊れない程度でね。で手は横に置いていただいて、でベッドの中に収まるように手を置きましょう。うん、かかと持ち上げます。で若干今腹筋ちょっとだけ入ってるの分かります？はい、広い肩、長い首でかかとを持ち上げておきます。ここで踏ん張れますか？はい、うん、では拳一つ分でよいしょあ、そっか、お腹のあれかそっかそっか、じゃあこの辺がいいかな。はい、では一旦吐きましょう。少し腹筋を感じながら、さあ吸って後ろに移動していきます。うん、吐きながら戻っていきます。かかと持ち上げたまま、親指がチェケラッチョしてますね。はい、吸って、うん、吐いて、かかと持ち上げながら付け根から折り込んでいきます。さあ膝が天井を向いたまま動いていきます。さあそこまで来たら膝伸びたままかかとを私の方に押し出します。はい、繰り返しますよ。かかとのアップダウン、かかとが降りてくるときに膝が内側に向きたくなるのをちょっと我慢して、そう、天井を向けたままね。そうするとふくらはぎがだいぶね伸びてきていますね。うん、ラスト、そしたら一旦膝曲げて戻ってきます。次は歩くようにこの足首を交互に動かしていきます。うん、どっちからでもいいですよ。そういうことです。右がね、はい、ちょっと膝の向きが変わりやすいので、こう行きやすい。そう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 。天井に膝を向けたまま、うん。そう、あと1回ずつ行きましょう。うん。はい、そしたら戻ってきます。はい、次ピラティス V で動いていきます。つま先を外に開いて、かかとを合わせた状態ですね。で太ももの付け根を外巻きにして、ちょっと膝をね開くというよりかは太ももをこうちょっと外に巻いておくような意識で、さあちょっとだけお腹をふーっとして、頭少し後ろでどうぞ、吸いながら上で戻ってくる、かかとをそう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 、で土踏まず同士が持ち上がってる状態、内くるぶしが近づかないような感じ、さあ吐いて戻る、吸いながら伸び上がり、吐いて戻る、はい、吸って膝伸びたら今度はかかとを下ろしていきます。
そう、この時に内くるぶしがぶつからないようにするともう結構ね大変ですよね。外巻き外巻きです。お膝を少し外に向けた状態で動いていきます。そうです。うん、あと3回1、2、ラスト3。はい、膝曲げて戻ってきましょう。次は股関節付け根を動かしていきます。では塗るときに気をつけてくださいね。ここに足振ってから乗ってください。少し前向きに乗っていただいて、その辺でいいです。で、足をフットバーに乗せます。で、かかと合わせ、つま先が少し外向いたピラティス V の状態。そんな感じですね。で、胸をで空をちょっと見上げとくような、そうそうそう、で背骨ちょっと後ろに倒れていいので、狭くないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。では一旦置きましょう。腰が反りすぎないお腹のコントロールしてから後ろに伸び上げます。そう、戻ってくるときにかかとをしっかり持ち上げながら戻ってくる。そうそうそう、そうです。で、これは膝が伸びきらなくてもいいから骨盤が後ろにこう倒れないところまでいいです、はい、そう、足の付け根が、気持ちいいです。気持ちいいです。動く感じ、ももの外どうですか？この辺はちょっとなんかこう、伸びきらない感じが、あ、そうね、ちょっとね、そう、手バネが引き戻してくれるんですけど、自分の付け根で戻ってくる意識で、そう、で目線少し上で、ラストに行きましょうか。そう、かかとが落ちないように付け根から戻ってきて最後まで戻りきる。で、そしたら足を下に下ろします。はい、足裏全体で床を踏んどく感じ。次はこれを使ってひねっていきます。アンダーバストに当たるようにします。そう、できれば少し前の方ですね。で、ちょっとお膝閉じます。ちょっとだけ、これはきつくないですか？お尻で踏むからつむじが上に伸びる広い肩、長い首にしたら、このパッドと溝落ちが離れないようにひねっていきます。まず右から吐きながらひねっていきます。はい、吸って真ん中、吐いて左、背骨をちょっと左に寄せれますか？あ、うまい、そうです。はい、吸って吐いて、背骨ちょっと右に寄せれますか？あ、いいですね。はい、吸って、気分はソフトクリームの角だと思ってください、はい、くるくるくるってシュッて伸びてる角のようにひねればひねるほどつむじが高くなるようなイメージ。で、今使ってるお腹ですね、この脇腹、これが腰を反って体重が前重心になるのを防いでくれるので、今シンプルな動きで感じておきましょう。そしたらさっきの足をですね、曲げ伸ばしした動きにひねりが、芋のひねりが入ります、で、胸の前で手を重ねて、この胸の面が向きを変えるっていうような意識でやっていきます。で、膝伸ばすと同時にひねり、どうぞ。吐きながらちょっとだけ右の重心、そこ、はい、吸って戻って、そうです、はい、吸って戻って、結構付け根お腹きつくないです？きついです。効いてますよね。はい、吸って戻して、はい、ちょっと右のお尻踏む、あー、そう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 、あと1回ずつ、きますね。なんかやっぱ逃げたい方法ってありますよね。ありますね。でもそこを直すと結構こうしっかり効きますよね。そう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 。ああ、綺麗、いいですね。はい、あー、オッケー。そう、次は胸を開いて手をこうね後ろに引くことで、ちょっと胸をこうね突き上げて背中を使っていくようなエクササイズですね。で、危ないので今日は膝立ちではなくてお尻を下ろした状態でやりましょう。はい、ではこちら向きで。足指立てて、かかとの上にお尻、
今この付け根をですね持って気をつけて引いてください。そう、このお尻の上に背骨がまっすぐ並ぶようにしていただいて、で手を下に下ろしながら胸を少し上に突き上げておくような感覚で手を同時に後ろに引きます。さあ、はい、吸って戻して、はい、で腰が反りやすいので少しお腹も使っておきます。さあ、右がね、そうそうそう、肩甲骨をそれだとなんか無理やり活性させてる感じなんだけど、そうそう、でもここにこうちょっとね止めておく感じですね。でそこから後ろに、そうそうそう、そうすると結構右がきついね、二の腕がちょっときついみたいな。うん、あと2回だけ背骨、ね、長くしたまま1吸って戻して吐いて小指側をしっかり引いてくる。はい、オッケー。では次、今胸を開いたので背中、肩甲骨周りを動かしていきます。では足幅、拳、一粒、きつくないですか？はい、よし。では耳の高さにパッドがあります。後ろ手でパッドに手を添えます。指先上向き、そう、これで掴まないでね。で、肘を若干前に、さあ、そしたら付け根からリクライニングシートをそーっと前に倒します。そうですね、うん、で少し目線上げてここで準備、はい、吸って吐きながら肘を伸ばしていきます。そう、髪の毛引っかかっても気にせずに、腰反りやすいのでお腹気をつけて、はい、吸いながら戻ってくる肩甲骨を少し寄せていきます。肘少し前に、そう、吐きながら右の肩があれですね、ちょっとね動かしづらい感じがしますね。ねえ、ね、そうそう、うまいね、いいですね。吐きながら、足をここから足です。しっかりとかかとで床を捉えながら背骨を右
しならせながら左腕を左耳に近づけていく。広いです。で、ちょっと右脇を前にですね。こうすると結構伸びます。はい。さあ、左手開きながら背骨の一番高いところを通るためにお腹を使って。そしたら反対ですね。右手を上に。そう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 。で、繰り返します。で、右脇で輪をしっかり押し下げながら、そう、腰が反りやすいので気をつける。肘はあまり伸びきらないで軽く曲げとく。右の骨盤を前にかぶせます。もう一つ前ですね。でも上半身は、イエス、そうね。しっかりやってね。